PDCA サイクル。この理論は諸説あるが、第二次世界大戦後に、統計的品質管理の父と呼ばれたエドワード・デミングと、彼の師とされていたウォルター・ A ・シューハートらによって提唱された手法であり、業務の品質管理を円滑に進めるために、今までの業務のフィードバックを用いて、業務の改善していくものである。具体的には、業務を4つの作業に分類し、業務の流れをスキーム化し、業務を管理するためのもので、今日では日本はもちろん、世界共通の品質管理の手法として定着している。世界共通言語のように広まった、この PDCA サイクルだが、驚くべきことに、PDCA サイクルを本質的に理解している経営者は、非常に少ない。もっと正しく、わかりやすい表現をするのであれば、PDCA サイクルが、すでに通用しなくなっていることを理解している経営者は、ほとんどいないと言っていいだろう。そもそも、なぜ PDCA サイクルが必要なのか、PDCA サイクルが、経営にもたらしてきた影響は何なのか、本書では、これらを紐解きながら、なぜ PDCA サイクルが通用しなくなったのかを言及するにとどまらず、PDCA に代わる新たな手法について提唱していく。今更聞けない PDCA の意味。さて、今回の話を進めていくにあたって、大前提として、PDCA とは何かを理解する必要がある。すでにご存知の方には、大変申し訳ないが、おさらいと思って、本パートを読み進めてほしい。PDCA とは、一つの業務遂行には、四つ段階があり、それら四つの作業の頭文字を並べたものである。プラン計画、ブー実行、チェック確認評価デミングは、後に、スタディ入念な評価とした、アクト反省改善。これら4つの作業を段階ごとに行い、継続的に PDCA を繰り返すことで、業務の品質を管理し、向上させるというものである。それでは、それら4つの作業は、具体的にどのような作業を行うのか説明していく。まずはプラン計画だ。計画とは文字通り、今からやろうとする業務のゴール地点や、それまでの道筋、ゴールまでに必要なものの検証などの業務計画を立てることである。計画を立てるためには、何のための業務なのかという、業務自体の意図を把握し、どの程度の規模の業務が可能なのかを、今までの活動実績から正確に判断する必要がある。次に、ルー実行である。業務計画をもとに、業務を遂行し、そのパフォーマンス成果を測定する。続いて行うのが、チェック確認評価である。パフォーマンスの測定結果と、計画段階で予想されていたパフォーマンスを照らし合わせて、何がうまくいったのか、どこに問題があったのかなど、成功失敗の両面を分析する。最後に行うのが、アクト反省改善である。チェックで分析した内容をもとに、今の業務を継続的に改善向上するため、に必要なものを加えたり、計画を修正したり、余計なものを破棄したりする。最後のアクトをもとに、再度業務計画を立て直し、新たな PDCA サイクルを回していく。つまり、バームクーヘンのように、PDCA を一周回し終わると、A の上に新たな P が作成され、また PDCA が回る。すべてのプランは、前回のアクトの上に成り立つと考えるとわかりやすい。このように一周するたびに、その業務の精度が上がり、業務自体が高みに上ると考えると、わかりやすいのではないだろうか。PDCA は、業務計画を立てて、それらを実施し、その成果を確認評価した後に、どの部分を継続し、どの部分は修正破棄するのかを決定し、また新たに業務計画を立案するという流れであることをしっかりと覚えてほしい。誤った解釈により、悪役になり下がった PDCA サイクル。PDCA サイクルは、業務や企画を進める上で、画期的な手法であった。本来であれば、計画を立て、すぐに実行に移し、成果を測定し、目標と成果を比較して、計画をブラッシュアップして、再度計画を練り直す。この説明でイメージしにくいのであれば、理系の研究室の風景を思い浮かべてほしい。彼らは、持論の計画を立て、それを実験という形で実行し、計画と結果の比較をして、再度持論を練り直し、最終的に論文という形にまでしていく。この営みこそ、本来の PDCA サイクルを最もよく表現している。これをビジネスで置き換えるとすると、目標とする結果のために計画を立て、実行することにより、必要な部分不必要な部分をブラッシュアップしていき、再度計画を立て直して、最終的にスキーム化仕組み化することができるはずである。しかし、次第に PDCA サイクルは、思わぬ方向に進み出した。二つのことが原因となり、本来の PDCA という素晴らしい仕組みが誤った解釈をされるようになるのだ。一つ目は、PDCA サイクルが、長期計画に適用されているということだ。これは、プランという名前に対する誤った解釈が原因となっている。私は、今回意図的に、プラン計画と訳しており、PDCA のことが書かれた多くの本、インターネットサイトも、私のように訳している。しかし、この翻訳の仕方は、デミングらの意思とは反していることに、ほとんどの人が気づいていない。経営コンサルタントと言われる、経営アドバイスのプロも、例外なくだ。デミングらの意思を汲んだ表現をするのであれば、計画ではなく仮説にするべきだったのだ。わかりやすく例え話で考えていこう。あなたは、イベント会社の広報課に勤務しており、自社イベントにて、3000人の集客をするように、上司から指示されたとする。
この時 PDCA サイクルを使うとすると例外なく3000人を集めるための計画を立てるだろう。イベントを行うにあたり、チケット予約制にするのか、当日券制にするのか、イベントの告知の仕方はどうするのかなど、緻密な計画を立てることになるはずだ。しかし、このやり方では、本来の PDCA サイクルは、全く機能していないと断言していい。もう一度、本パートの冒頭の説明を思い出してほしい。PDCA とは、何度も何度も、計画実行確認評価反省改善を繰り返すことで、進化を発揮するものだ。それでは、今回のケースはどうだろう。最初の計画に時間をかけ、それを目標とするイベントで実行し、イベントは終了してしまってはいないだろうか。それらの反省は、きっと次のイベントに生かされることになるのだろうが、今回のイベントで3000人を集客する見込みは、到底立てられない。つまり、計画の出来次第で、結果が決まってくるという、非常に不安定な状況を作り出しているのだ。そのような間違ったアプローチで、PDCA サイクルが利用されてきた結果、今日の日本では準備段階、計画段階で、結果の8割が決まるというわけのわからない共通認識が蔓延しているのだ。情報化社会が進み、あらゆる事象が昔の5倍、10倍のスピードで進むようになった現代で、計画に時間をかけていれば、計画が完成した頃には、そのニーズはとっくの昔に過ぎ去ってしまっているのである。では、計画の質に依存することなく、なおかつ現代のスピードに置き去りにならないように、業務事業の品質を向上させるためにはどうするべきなのか、一言で言うと、とりあえずやってみるというスピード感が必要なのである。重要なことなので、刷り込むように繰り返すが、本来の PDCA サイクルは、計画を立て、それをすぐさま実行し、間違っていた部分もっといい方法があった部分を軌道修正し、目標までにブラッシュアップを行い、精度を上げた、成長した計画で、ゴールに対してアプローチすることに意味があるのだ。つまり、計画段階で時間を取られていては、実行や分析、軌道修正する時間がなくなってしまう。そのためには、最初の計画を、最短距離と思われる、仮説を立てるという考え方で捉える必要があるのだ。仮説なので、本当に合っているかどうかわからない。だからこそ、とりあえずやってみて、実行から見えた問題点などを分析し、修正できるところは修正、必要のない部分は破棄する。そして、再度、仮説を立て直して、さらに実行につなげていく。つまり、計画という完璧を目指すのではなく、仮説という、あえて不確定なものを設定することによって検証する機会を増やし、仮説を定義にまで消化していくことが、本来の PDCA サイクルのあるべき姿なのだ。最初の仮説に、重きを置かずできることをとりあえずやる。つまり、P を重視するのではなく、B を重視するやり方が、本来の PDCA サイクルの手法なのである。サイクルという言葉がもたらした、負の遺産。そして、もう一つの要因は、サイクルという名前に原因がある。サイクルという言葉は、一周の輪を想起させ、その一周で完結しているような印象を受ける。このサイクルという名前にしてしまった弊害か、A までの作業が終わると、そこで業務を完結してしまう者たちが激増したのだ。本来であれば、PDCA サイクルに終わりはない。A まで行けば、次の P を練り、DCA とつなげて、再度 P を立て直すので、目標に到達するまでは、このサイクルに終わりは来ないはずなのだ。つまり、本来であれば、とりあえず計画を立てて、行動してみる。そして、思った結果が出なかったら、計画を練り直すというような短期間で、P から A までが終わるような仕組みであるにもかかわらず、PDCA サイクル P から A までで一つの計画を完結するといった誤った解釈をされるようになり、短期計画で用いられるべきこの手法を長期計画に用いるものがほとんどになってしまったのだ。そこで経営コンサルタントをはじめとした経営のアドバイスをする者たちは、サイクルからスパイラルへと説明の仕方をシフトチェンジしていき、あくまでも PDCA で完結するのではなく、フドカドキャップと継続して行うことを強調して説明するようになった。この努力により、PDCA サイクルの本質は、スパイラル構造であることが次第に認知され始め、徐々にではあるが本来あるべき使われ方に近づいていった。では、このパートにおいては、問題は解決しているのではないか。あなたはきっとそう思うだろう。結論から言うと、うまくいかなかったのだ。PDCA サイクルが本来のスパイラル構造であることを認知させるまでは良かったのだが、肝心の短期間という部分が今なおおざなりにされているのは、現代の PDCA 理論を見れば容易に想像できる。 PDCA の一連の周期は遅くとも半月、できれば1週間程度であることをほとんどのものが未だに理解できていないのだ。 PDCA サイクルはフィギュアスケートのスピンに似ている。1回で終わるのではなく、素早く何度も何度も回転することによってその技の精度が決まってくる。しかし現状の使われ方では、PDCA を1回転回すのに 400m トラックを1周しているくらいスピード感がないのだ。スパイラル構造であることを強調しすぎて、スピード感がなくなり、前パートで指摘したようなスピード感がないものになり果ててしまっているのである。あまたがもしも PDCA を自分の会社事業に取り入れたいのであれば、とりあえずやってみる、一周で終わらせずに継続していく、この2つを徹底してほしい。業務の改善でとどまらず、業務を磨き消化していく、これこそがデミングらが提唱していることであるということを、私たちは忘れてはいけない。会社を成長させ、社員を潰す PDCA サイクル。
前パートまで読めば本書の内容は完結しているように見える。確かに PDCA の説明だけで良ければ前パートで完結しているが、私が本来伝えたいのは PDCA サイクルを使おうというような、なんちゃって経営コンサルタントが言っているようなことではない。少し話は変わるが、あなたは本書には本来であればという表現が多用されているのにお気づきだろうか。この本来であればという言葉は、本来の PDCA サイクルの使い方はという意味であり、本来経営を円滑に行うためにはとイコールではないことに気づいてほしい。もちろん業種環境条件によっては PDCA サイクルで問題ない場合もあるだろう。しかし PDCA サイクルを理解した、よし私の会社でも実践しようという考え方が非常に危険であることを本パートでは説明しようと思う。PDCA サイクルは突き詰めて考えてみると問題点が多いということをほとんど紹介されていない。例えばサイクルを何度も回すので業種によっては莫大な資金が必要になるだろう。また企画を立てる部署と実行する部署が違えば意思の共有などに時間がかかるため、時間がかかる恐れもある。そして PDCA と4つの段階に区切っていることで生じる最大の問題について論じているものは少なくとも私が知る中では誰もいない。 PDCA それぞれの業務に共通することは現場の事象であるということだ。仮説を立てたり実践したり評価などするのはあくまでも現場の行動である。つまり PDCA サイクル自体を管理する調整側の事象が全く組み込まれていないのである。もしもあなたの会社が小さな会社で、あなたがプレイングマネージャーであれば問題がない。なぜなら実動側に調整役が存在するので業務の進捗管理ができるだろう。しかしあなたがもしもマネージャーの部分しかしてない場合、PDCA が社員を潰しかねないことを十分に理解する必要がある。仮説実行評価改善の4つの事象を行う場合、考えられるのが4部門を担当制にすることだ。グループワークで全員が協力してやっていたとしても、必ず仮説は3が主導でというように、4つの段階に必ず担当者と呼ぶべき人が現れるだろう。そうなった場合、仮に各分野で遅れが出てしまったらどうなるだろうか。各分野に担当者がいるため、その人に遅れを取り戻す力があれば問題はないが、4つの分野全ての担当者がそのようなスキルを持っていることは基本的にないだろう。結果遅れが出てしまえば早く次の分野にバトンタッチをしなければとその担当者に過大な負担がかかってしまうのだ。これらを理解せずにグループワークをするために、今日の日本ではうつ病をはじめとする精神疾患と呼ばれる病気で苦しめられる労働者が非常に増加している。では PDCA を誰かに過剰な負担をかけることなく回すためにはどうすればよいのか。ここで私が提案するのは、調整役を入れてさらに現代により合った方法である PDMCA スパイラルである。 P 仮説、 D 実行、 M 調整、 C 確認評価、 A 反省改善である。 PDCA は従前通りの円形の東西南北に配置し、その中心に名エンジンと管理をするものを置き、各分野の進捗状況の把握や分野内での問題を解決していく。これは調整という意味のコンディショニングでも代用できる。わかりやすい言葉にすると PDCA という車輪を回すための潤滑油の役割になる。こうすることによって各分野に偏った作業量を求めることなく円滑に業務を遂行し、 PDCA を用いて業務全体の改善だけでなく PDCA の各分野自体に問題が生じていないかのチェックもできるようになるのだ。 PDCA の各分野が実行するプレイヤーの集団で、各分野の責任者がそれらのリーダーとするならば、 M につくものは全体のタクトを振る指揮者といったところではないだろうか。私が関わっている多くの企業で見られるのが、経営陣と現場の温度差が大きくなっていることだ。経営者の理念や意向が現場に落とし込めておらず、だから現場もなぜこの作業をしているのかわからないという気持ちのまま仕事をやらされているというスタンスになってしまっている。これではいくら事業をスキーム化しようと、その仕事に熱意が込められていないので、仕事はおろそかになり、大事なヒントや見逃してはいけないほころびに気づくことができないのだ。そういったやらされているという状況を打破するためにも、経営陣の意向と現場の状況を把握して現状でどのように進めることが適切なのかを判断できる管理者が必要なのだ。現場の意見を経営陣にフィードバックし、経営陣の気持ちを現場に伝える。この機能を会社部署各グループに持たせるだけで、今までの業務の質は格段に良くなるのだ。これは単純に課長や係長を置くという形を取ればいいというものではない。真の意味で現場と経営陣を管理コントロールする気持ちを持たなければいけないのだ。あなたが今すでに会社を経営しているのであれば、本当に自分たち経営者の気持ちが現場に反映されているか、現場の気持ちが経営陣に伝わっているか、真剣に考えてみてほしい。そして今から会社を立ち上げるというあなたは、どうか経営陣の高き理想のせいで現場の人間が潰れるような会社を作らないように工夫をしてほしい。その工夫の一つに私が提案した PDMCA サイクルが役に立てば幸いである。後書き。会社とは法人格である。法人格とは法の下に作られた人格なのだ。つまり一つ一つの会社には個性や特徴など人格があるということになる。
法人格の中で頭になる部分は経営陣である。そして体になる部分は現場だ。頭だけでも体だけでも人間としての機能は全うできないように、経営陣が考えるだけ、現場が動くだけでは会社という一つの個体はうまくいかないのだ。人間は頭から体に指令を出すときに脳から電気信号を送っているわけだが、会社にとっての電気信号は今回取り上げた M の部分になる人物だ。今日の多くの企業ではそれら頭と体をつなぐ者たちを課長や係長といった中間管理職と呼ぶが、真の意味で経営陣の気持ちと現場の実情を管理できている者は果たして何人いるだろうか。大きな会社になればなるほど現場には経営陣の表情が見えず、経営陣も現場にどのような人間がいるかを理解していない。あなただって大きな志を持って起業した、もしくは起業したいと思っているのであろう。そうであるならばこそ、現場にあなたの熱い気持ちが 100% 届くような会社の体制を構築してほしい。100億、1000億を稼げる会社になったとしても、あそこはブラック企業だとか、うちの会社ブラックなんだよねと言われていては、経営者として本当に幸せだろうか。それよりも会社の職員が社長みたいになりたい。社長だから仕事が楽しく感じる。そう言ってもらえる会社こそが、経営者職員すべてが幸せな成功している会社なのではないだろうか。本書では PDCA サイクルについてのみにとどまらず、会社で起きうる問題やそれらの対処法について、そして PDMCA サイクルという世に出ていない新しい考え方を提案してきた。あなたの会社が本当の意味で成功している会社になるために、本書の内容が役に立つことを強く信じている。